ファンドを立ち上げた日本初の女性ファンドマネージャーで、実は大阪生まれニューヨーク育ちの竹村直子がお送りしますワールドインベスターズ TV。 それではロクロクライブスタートです。はい、こんばんは。ワールドインベスターズ TV 水曜日担当の竹村直子です。皆さん、2010年はどんな年だったでしょうか。あっという間にもう年末になっております。今日が今年最後のワールドインベスターズ TV の放送となりました。まあいろんなことありましたけれども、私にとってはこの2010年というのはなんだか知らないけれども、今までの中で一生の中で一番早かった1年みたいな感じでしたね。もうあっという間に年末でびっくりしておりますが、今日のメニューをじゃあ加藤さん。はい、いや本当に今年1年早かったですね。どうですか。今日このワールドインベスターズ TV は竹村さんが最後ということになりますので、ぜひ皆さんこの後30分お付き合いください。今日はですね、ニュースコーナーでは竹村さんセレクトの今年の3大ニュース、皆さんと一緒に振り返っていきたいと思います。そしてゲストをご紹介しましょう。今日はですね、東京証券取引所の、派生商品部伊沢さんをお迎えしてお話をお伺いしていきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。ということで、ワールドインベスターズ TV の放送が最後でありますので、竹村さん、はい、今日この後こちらのカフェでは大忘年会ですね。はい、大忘年会です。まず第1部は、デーウ証券王さんの韓国株式市場の現状と主要企業、それから第2部は東証の、田谷さんのトピックスの2010年を振り返る、それから第3部、アジア各国をトレードするなら TWS インタラクティブブローカーズ証券の角丸さんと いろんな、方々来ていらっしゃいます。大忘年会になりますので、皆さん、まあ、ふるって、まあ、来ていただければと思います。はい、まだ席の方あと残りわずかなんですがございますので、この放送を見た後ですね、ぜひ六本木もらい境まで来てください。ということで、高橋さん、本当に今日はもう年末モードではあるんですが、はい、取引はあと1日。はい、取引はあと1日なので、ね、私はカレンダー通り、まあ、相変わらず働いておりますけれども、もう世の中はですね、すっかりもうお休みモードになっていて、まあ、市場も閑散としております。はい、今日この後30分残り力を振り絞って頑張りましょう。今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではここで一旦 CM 挟みまして、第2部はワールドマーケットコメント、加藤さんのニュースです。The world is not just changing, it's exchanging. Gone are closed markets and siloed thinking.Here to stay is the new collaborative marketplace. And it speaks one financial language. The language of exchanging. Exchanging opportunities. Exchanging capital. Exchanging optimism. Exchanging is the lifeblood of this new collaborative world. A world powered by NYSE Euronext.With the ability to trade equities, options, futures, and other products across the globe. Exchange platforms and technologies that strive to set the international standard. And home to the most influential companies on the planet. This is the exchanging world. Welcome to it. NYSE Euronext. Powering the exchanging world.はい、それでは第2部はワールドマーケットコメント、報道デスクの加藤さん、よろしくお願いします。はい、ではこの時間は、竹村さんとともにですね、竹村さんピックアップの今年の3大ニュースを振り返っていきたいと思います。まず竹村さんセレクト、まあ、3つ目のまず1つ目なんですが、こちらになりますね、新興国の台頭ということでいただいております。竹村さん、今年はですね、本当にこの新興国の存在感というのが、まあ、今までになく一段となんか際立った1年だったなと思いますね。高村さん、どうですか。そうなんですね、前半マーケット全体世界弱かったんですけれども、その中にあって、やっぱり今まで格付けが低かったために借り入れも少なくて、それでいて成長力のやっぱりこうパワーって言いますか、はい、溢れるですね、新興国の方にやっぱりマネーが流れたというような
スタートでしたね。そうですね。で後半にかけてもこの新興国の成長、経済成長という部分は織り込みながらの、まあ、日本企業であったり、まあ、海外企業であったりといったところもありました。はい。で新興国といっても、はい、もういろんなところにこうみんなが次はどこだ次はどこだみたいな感じでね、はい、どんどんいろんな新興国が台頭しているって感じがありますね。はい。で今年のマーケットを振り返ると第2位こちらになりますね。 QE2 竹村さん、はい、クイーンエリザベス2号ではないですね。はい、そうでしたね。本当、ね、この QE2 があったので今年のマーケットを持ち直したところもありますね。はい、そうですね。はい、それが後半のなんかこのしっかりとしたですね、まあ、相場につながっていったっていう感じでしたね。本当になんか下がって上がったマーケットでしたね。下がって上がったマーケットということで、そしてトップ、第1位も見ていきましょう。第1位はこちらです。はい、ということで竹村さんの第1位はやはりギリシャショックですね。はい、まあ、ギリシャショックで始まって、まあ、どうなるかというようなマーケットでしたからね最初。そうですね。このあたりというのはどうやらユーロの問題というのはやはり来年に持ち越しといった特側面大きいですよね。はい、はい、ということでこの時間は竹村さんピックアップの3大ニュース、新興国の台頭、QE2、そしてギリシャショックを見ていきました。竹村さん、はい、ではまた来年もですねニュースコーナー解説をいただきたいと思いますので。はい、加藤さん1年間どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。加藤さんのニュース本当にね分かりやすくて非常に良かったと思います。来年もよろしくお願いします。ありがとうございます。それではここで一旦日本のグローバルプレイヤーが世界を動かす世界の指標価格価格変動のリスク回避資産運用の選択肢世界最高水準の取引システムがコモディティの未来を変える東京工業品取引所トコム。はい、それでは後半はいよいよ芋洗坂トークです。今日の、ゲストは東証から、伊沢郁恵さん、はい、いらっしゃっていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。伊沢さん、今年1年を振り返って、はい、東証はどうでしたか。東証今年1年間振り返りますと今後飛躍をするための準備が全て揃った1年ではないかなと私は思ってます。なるほど。具体的にはどのような。具体的にはですね、まず株式市場のこう基盤となる土台となるシステム面なんですけれども、はいはいはい、年明け今年のスタート時点ですね、1月4日にアローヘッドという新しいシステムを稼働しました。はいはい、早くなりましたよね。そうです。どれぐらい早いんでしたっけ。2ミリ秒です。たったの2ミリ秒です。2ミリ秒ってどんなもんなんでしょうか。2ミリ秒っていうのが、1ミリ秒が、1000分の1秒ですよね。はい、で人間のまばたきっていうのが100ミリ秒がだいたい平均だと言われてますので、人が1回まばたきをする瞬間に約50回ぐらい売買がされて、システム上で売買がされているっていう、なんかちょっと想像できないぐらいの速さなわけですね。はい、はい、そうですね。もう一瞬で何十回という取引がされているというような世界に入ってきました。はい、なるほど。それで取引時間ですよね。はい、はい、もうそうですね。はい、今年は取引時間の拡大について、なるべくこう投資家さんに多く取引ができる環境を作りたいというところからその検討をスタートしました。夏ぐらいですね。はい、7月ぐらいから検討を開始しまして、でその後いろんな方に市場関係者の方からご意見を募りまして、で方向性がちょうど見えてきたところというのが現状です。具体的に申しますと現状今1日の取引
が朝は9時から、11時までのこう前場と呼ばれる午前中の取引、はい、でその間お昼休み1時間半挟んで休んでるんですけれども、はい、休んで12時半からスタートして3時までというのが5番の取引なんですが、はい、具体的に一例を言いますと、その例えばお昼休みを、はい、撤廃して取引を伸ばすとか、あるいはまあ撤廃までいかないまでもこう削減を少しして取引時間を伸ばすっていう、まあ、いくつか案を出しながら皆さんの意見を聞きながら、じゃあどうするかっていうことなんですけれども、一応落ち着いたところがですね、皆さんの意見を集約した結果、前場の取引、午前中の取引を30分間伸ばす、昼休みを今1時間半あるのを1時間に縮めて、前場の取引を2時間だったものを2時間半に伸ばして、トータルで取引時間を長くするというような方向性を出しました。伊沢さんのお昼休みも短くなるみたいな、はい、そんな感じなんですか。そうかもしれませんね。で、まあ、ただ我々としては、労働者なので一応きっと当番制なんかを敷きながらやるんじゃないかなと思っています、はい、まだそれは上司に何も言われてないので分かりませんけど、はい、今回大型上場とかも結構ありましたよね、はい、今年は。そうですね、今年はそうですね、年末にもありましたし、まず4月の段階で第一生命さんの上場っていうのが株式市場の中ではすごく話題になったことかなと思います。話題になりましたね。今までこう単なるこう保険を契約してた方っていうのが、はい、株主になってしまうっていうような状況になっていましたので、はい、全く今までこう株式市場、株式投資とかに興味がなかった方もいきなりこう株主になって、うん、でそれをきっかけにこう証券市場に興味を持っていただけたっていうチャンスができた年かなと。なんか何百万人という新しい株主さんが、新しい個人株主が、個人株主が誕生したんですよね。はい、そうです。なるほど。個人の方にもこう多くの個人の方に注目をいただけた機会になったんじゃないかなと思ってます。それからですね、はい、東証さん力を入れてらっしゃるのは ETF ですよね。そうです。それも個人投資家さんにとってすごく分かりやすい商品なので、はい、取引を始めやすい商品、株価指数なんかに連動するように作られている投資信託ですので、最初からこうリスク分散ができている商品なんですよね、はい、なのでそこに私たち力を入れてまして、一応ですね、今年度末まで、来年の3月末までに100本以上にしようというふうに目標を掲げて、はい、今ようやく97本まで来ましたので100本以上と目前です。目前ですね、はい、100銘柄ですね。100銘柄以上、すごいですね。を目指して3年間頑張ってきました。はい、はい、個人投資家さんに非常にじゃあ優しいこう、はい、東証さんっていう今お話だったんですが、このつもりでいますプロの方向けにはどうでしょうか。はいはい、そうですね、プロ投資家さんに対しても今年取り組みをしました。具体的に言いますと、派生商品市場、私今所属している部署なんですけれども、はい、そのメイン商品であるトピックス先物という商品があります。はい、でその商品をこちらのワールドインベスターズカフェのスポンサーもされている MSE ライフさんのロンドン市場の方にトピックス先物をそちらにも上場させるというのを今年行いました。はい、で、そうなることによって、トピックス先物、東証で、常に取引されてますけれども、はい、それが終わっても今度ロンドン市場でどちらロンドンタイムでもロンドンタイムでもやってますので、はい、1日トータル最大で、21時間トピックス先物取引を投資家さんにで、それは便利ですね。我々もヘッジのために先物は結構使いますので、常にこう取引ができる状況というのが作り出せたんじゃないかなと思ってます。先物といえば大正さんかなと思ってましたけれども、はい、やっぱり東証さんも、いやもうそこは大正さんだけではなくて、東証にとってもデリバティブ市場というのはすごく重要なポジションになっていますので、そこにさっき言った ETF もそうなんですけれども、はい、こう一つの取引所において、ETF もあるデリバティブ市場もあるというような、はい、こうワンストップで皆さんがいろんな商品を投資できるというそういった、便利な取引所というところを我々目指しております。そうですね、そういった意味でもちろん、現物株、それから今年はマザーズの、ね、はい、なんか改革もありました。そうですね、最近、はい、上場制度の方を少し変えました。はい、わかりました。それでは、一旦ここでコマーシャルを挟みまして、また具体的な、来年のなんか目標も含めて、はい、聞いていきたいと思います。はい、ここでコマーシャルです。Ever since its foundation, APEC has progressed steadily through the individual and collective actions of the APEC member economies. And in 2010, a new step for APEC will begin in Japan.
Closely harmonizing with nature, Japan's aesthetic sense and lifestyles were nurtured by its four beautiful seasons. A country where past and present blend seamlessly, and the traditional and the state-of-the-art coexist in harmony. The Japanese archipelago stretches for around 3,000 kilometers, resulting in a wide variety of environmental features. The APEC Japan 2010 meetings will be held in cities with distinctive characteristics, located all over Japan. The venues for APEC Japan 2010 will be Tokyo, Hiroshima, Sapporo, Fukui, Beppu, Sendai, Nara, Gifu, Niigata, Nagoya, and Kyoto. The 22nd APEC Ministerial Meeting and the 18th APEC Economic Leaders Meeting will be held in the city of Yokohama. はい、じゃあ後半も引き続き芋洗坂トーク。伊沢さんにお話をお伺いしていきたいと思います。東証の伊沢さんです。よろしくお願いします。はい、ちょっとここでですね、グラフっていうか今年の東証 の、 トピックスとでも言いましょうか、はい、をここに出してみましたけれども、はい、まず1月にアロヘッド稼働ですね、はい、それから4月に独立役員制度がスタートしていますよね、はいはい。この独立役員制度というのはコンプライアンス上の非常に重要な、コンプレートガバナンス上のですかね、はいはい、コンプレートガバナンス上の非常に重要な制度なんですよね、はい、そうですね。それから7月に取引時間の拡大の議論が開始されました、はい、それから10月にトピックス先物が、ライフに先ほどおっしゃっていらっしゃったように上場してます、はい、で11月にリモート参加者制度で香港認可ってありますけど、これは、はい、ですね、リモート参加者制度というのが、はい、海外の投資家さんが、はい、直接日本にダイレクトに参入しやすい制度の、まあ、一つのツールになるんですね。日本にこう拠点を持ったり、日本にこう従業員なんかを雇わなくても、今回でいうと香港から認可が下りたので、香港の投資家さんが直接東証に参入できるという東証へのこう参加方法の一つが増えたと思って、具体的に11月にですね、香港からこう認可を得られましたので、具体的には香港の投資家さんが直接ダイレクトに東証に参入できるようなルールができたということです。なるほど、はい、なるほど。どんどん便利になっていくんですね。会社にとっても門戸を広げるという意味で、まあ、個人にとってもプロにとっても外人にとっても、はい、そうですね、使いやすい市場っていうのを目指していらっしゃるんですよね、はい、そうです。それでは来年はどんなことに、まあ、力を入れていかれるんですか。はい、そうですね、来年はまずはデリバティブ市場に力を入れたいと思っています。はい、来年の後半になると思うんですけれども、先物市場の方にですね、 TDEX プラスという新しいシステムを入れるという予定です。そのシステム自体はすでにもうオプション取引で使われているものなんですね、はい、で、すごく使い方がいいものですので、それを先物の方にも導入しようというふうに今計画として準備をしている段階です。なるほど。 TDEX プラスシステムというのが、NYS ライフのすでに使われているライフコネクトというシステムをベースに作られているものです。で、そちらに変えることでこう取引スピードが速くなるっていうのはもちろんのことなんですが、その他マーケットメーカーさん、市場にこう流動性を与える参加者さんが、はいはい、使い勝手がいいシステムになってますので、その TDEX プラスシステムを先物市場に入れることによって、先物市場全体のこうボリュームが上がるような、流動性が増すような、それによって他の参加者さんにとっても取引しやすい環境っていうのができるというのを目指しています。なるほどですね、はい、それでは現物株式市場の方はどうでしょうか。そうですね、先ほども少しお話ししたんですけれども、やっぱり現物市場でまず力を入れて いかなくてはいけないのが、3月末までに ETF を100本以上にしたいというのがありますので、はい、とにかく今はそこに邁進をしていきたいというふうに思っています。海外から、はい、日本というのはどのように見られているんでしょうか。そうですね、私、個人的にというか言いますか、会社でですけれども、11月に香港とシンガポールをちょうど回ってきて、で具体的な投資家さんを訪問させていただいたりしました。で、正直申しますと、なかなか厳しいご意見、というのをいろいろいただきまして、海外のお客様からこう日本へ見られている見方っていうのは結構厳しいものがあるかなという実感をしました。他の新興国
の企業のこう株価の値上がり率っていうかね、上昇スピードに比べると、やっぱり今日本の株がこうしっかりしてるのは分かってるけれども、新興国と他の新興国と比べるとやっぱり目を取りをしてしまう、今は目を取りしてしまう。だから今日本に投資しなくてはいけない必然性というのが見えないっていうようにこうはっきり言われてしまったりなんかもしました。ただ皆さん口を揃えておっしゃるのがその日本企業 の基盤というんですかね、もともと技術力が高いですとか会社のガバナンスがしっかりしているですとか、そういったところは皆さんこう分かってる、すごく理解してくれているっていうような印象は受けました。はい、はい、なるほど。東証さんはそのようにその海外に出ていって、よくその外人さんの意見を聞いたりとかもよくなさるんですか？はいはい、うちの社長をはじめよくします、やっぱりそれは私たちにとって必要なことだと思っていまして、例えばこう取引参加者さんを通して海外のお客様の意見を聞くっていうことも一つ方法としてできますけれども、やっぱり直に投資家さんの話を聞けるチャンスっていうのは貴重な機会だと思ってるんですね。直接こう言って話して顔に出る表情から伝わってくる本心だとか、そういったものはやっぱり直接お会いしないとわからないことだと思いますので、そういったことをこう踏まえてですね、それを今度我々の次の施策なんかに生かしていきながら、より使い勝手のいい市場を作るためにはやっぱり国内に限らず、国内の投資家さんももちろんそうなんですけども、海外の投資家さん、うちの市場にとっては非常に重要な投資家さんでいらっしゃいますので、その方々にどんどん直接会って今後もやっていきたいと思っています。はい、それでは最後にですね、視聴者の皆様に、一言何かありますでしょうか？わかりました。皆さんご存知でいらっしゃるか分かりませんが、明日ですね、皆さんはもうお休みかもしれませんけど大納会ということで、明日まで取引はあります、はい、で毎年恒例大納会でゲストの方をお呼びしてるんですが、今回はですね小惑星探査機はやぶさプロジェクトのプロジェクトマネージャーでいらっしゃいます川口純一郎様をお招きして大納会を行う予定なんですね。で、最先端の宇宙プロジェクトっていうのを扱っているマネージャーさんですので、その川口さんにあやかってですね、東証の方も来年1年飛躍に満ちた1年間を過ごしたいと思ってます。重要なニュースだったですよね。そうですよね。すごく明るいニュースでしたよね。日本にとって日本の科学技術力みたいな、アピールできるちょうどいい、もうあれはすごいことだったんですよね、はい、と思います。そのまさにマネージャーの方が来ていただいて、ご一緒に今年の株式市場を締めていただける。なるほど。そしたら人気でしょうね。並ぶんですか？と思いますよ。毎年並びます、大納会の朝は。それで整理券をもらうんですよね。整理券をまずもらって、入れる人数がちょっと当初が狭いもので限られてますので、ぜひぜひちょっと朝寒くて並ぶのが大変かもしれないんですけれども、ご興味のある方はいらしていただければなと思います。楽しそうですよね。じゃあ皆さんもぜひ、お近くの方はご利益があるかもしれません、来年のに見学に行ってみたらどうでしょうか？はい、よろしくお願いいたします。お待ちしています、はい、それでは今日は東証の伊沢さんに来ていただきました。伊沢さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではここで一旦 CM です。12月のもう本当に年の迫る中、本当に無事30分間の生放送終了いたしました。はい、それでこの後は、今もう準備が
整ってきてますけれども、はい、大忘年会、忘年会がこちらの六本木いもろ、はい、ライザカのですね、ワールドインベスターズトラベルカフェ、この後午後7時からスタートということになります。はい、あのほぼほぼ席の方はですね埋まってるんですが、スタッフのものからまだあともう少しだけ席が作れそうです。あ、そうですか。これから作るそうですので、はい、まだ入れるそうですので今、ね、予備の席を作っているところみたいです。作っておりますので、はい、どうぞあのこの放送終了後ですね、あの、はい、六本木に来ていただける方、どうぞあの芋洗い坂のですねワールドインベスターズトラベルカフェにカフェまでお越しいただければと思いますので、お待ちしております。はい、お待ちしてます。よろしくお願いします。で、放送の方はですね、はい、今日が竹村さん終わりになります。はい、で来年の年明けスタートは竹村さんスタートになりますので。え、そうでしたっけ。そうですよ、そうですよ、そうなんですよ。あれ、え、いつでしたっけ。ですね、1月の8日です、5日です、はいはい。来年のスタートはですね、竹村さんスタートになりますので、はい、来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、無事1年間放送終了、放送させていただきます。皆さん本当に1年間ありがとうございました。ありがとうございました。あの、ね、また結構、はい、あの毎回見ていただいている方とかいらっしゃるんです。あ、そうですか。はい、嬉しいですね。言われました、この間。本当に嬉しいですね。はい、あの皆さんの思いの詰まったこの1年間、はい、我々もですね、また来年1年間一生懸命頑張ります。よろしくお願いいたします。どうぞお付き合いください。今日はどうも30分どうもありがとうございました。はい、また来年です。また来年もよろしくお願いいたします。ワールドインベスターズ TV をどうぞよろしくお願いします。それでは皆さんいいお年を。はい、ありがとうございました。はい、失礼いたします。